本当はガールフレンド。だからスピークインベンガリで、レターアップロードディスビデオオンユーチューブ。これビデオ載せるからまたね、どうぞ、今撮ってますけど、どうぞお母さんに。アンモトマケ、オネクアミ、カナスキャスラム、エカナワチュータガトラム、エボン、コビハロラクセ、エボン、オニコビトトマカラマダチューケディアチェン、エボン、エコナマケコビハロラクセ、エディアマディノトマメセ、トマカフルドノバト。わお。OK? はい。わお、じゃあ OK。どうもありがとうね、サンキュー、おかみ。これしてメッセージをこの YouTube に入れて、後で送ってあげる。それと日本のね、ローカルの店に行って、息子がその現地の人と楽しくやってるっていうのは、やっぱり親にとってみればとっても嬉しいことなんですよ。私らも自分の娘がフィリピン行った時に、フィリピンで何してるのって言ったらもう連絡してこないんですよ、1週間も経ったら。そういう時に、現地の人とこんな風にやってるってなったら、おたご両親ね、ちょうど私たちと同じ世代か、私たちのちょっと下の世代ぐらいだけど、すごくやっぱり息子や娘のことを心配してるから、そういう時にこんな たったビデオ一本だけども、日本の方と一緒にやってるっていうのはすごくご両親にとって嬉しいんじゃないかなって。よく日本の卒業式の時ご両親が来るんだけど、私は向こうの両親知らないんだけど、向こうの両親から近藤さんってよく言われます。見てました、ビデオとか写真とか、やっぱりね、やっぱり異国にやって自分の息子やってたら相当寂しいと思うんですけどね、やっぱそんなの少しでもこんなお役に立てればと思って撮ってます。